はい、今回はですね、絶対に覚えておいていただきたいリズムの基本についてお話を進めてみたいと思います。まず今これドラムを打ってるんですけども、ちょっと聞いてみてくださいね。こういった形となっています。よくですね、こういうパターンのことを8ビートなんか言ったりするんですけども、例えばこんな感じ、これを入れるとですね、急にノリが速くなって16分間が出てくるということなんですけども、じゃあこれどこに何を入れたら16分になるのか8分になるのか、このあたりがですね、今回の説明ではっきりと分かっていただけるかと思います。まずちょっとここ今音が鳴らないところで解説を行います。今この長さ、ちょうどですね、これが四分音符の長さになっています。1小節の中にこのように均等に4つ入るから、こう四分音符と言いますよね。8分音符もですね、同じ考え方でできますよね。1つの長さが四分音符の半分になりますね。こうなります。で、ここをですね、8分音符としましょうか。こういった形ですね。最後に16分音符。なので、これをさらに半分にしたものですね。すべてのマス目に入ることになります。ちょっと境目が分かりづらいので、少し短くしますね。これが4分音符、8分音符、16分音符の関係図となります。まず、この音符たちにはですね、裏と表とあります。特に8分と16分の裏表なんてのはよく使われるんですけども、非常に簡単です。2つ入っていてですね、前の方表、そしてこっちを裏と言いますね。ですので、ちょっと裏にですね、色をつけときましょうか。今裏だけ選択してます。こういう状態ですね。そしてこれ16分も一緒です。最初に来た方が表、そして次が裏になりますね。このマス目で言うと2468という部分ですよね。こんな感じでしょうか。そしてですね、前の動画でドラムにはですね、音の長さが関係ないという説明をしています。ということは、この打ち込みの長さがこうであろうがですね、こうであろうが、実際聞こえてくるサウンドは同じとなります。ということは、何が重要かというと、入る場所が重要です。で、ここで見ていただきたいのが四分音符の場所ですね。ここ入る場所が8分音符でも一緒になってますし、16分音符も一緒になってると。8分音符でここに打ったつもりでも、実際聞こえてくるサウンドは四分音符でしか聞こえなくなります。ということでですね、ここは四分音符で代用できるので消してしまいましょう。で、次も一緒ですね。16分音符で打ったつもりでも四分音符でしか聞こえない。代用ができてしまうので、ここは消します。で、同じことをですね、この残りの拍でもやっていくと、ここが一緒、ここが一緒、そしてここが一緒ということになりますね。で、今こう8分音符残ったところを見ていただくと、全部裏が残ってます。これで何が言いたいかと言いますと、例えばこう8分音符のノリを出したかったらですね、絶対8分音符の裏に入れないとそのノリが出ないということですね。まず2回ずつ演奏を聞いてみましょう。まず8分音符のですね、こちら裏が入ってる状態ですね。聞いてください。こういうふうに8ビートのノリが出るんですけども、ここです、裏がない場合ですね。こんな感じで四分のノリしか感じられなくなりますね。これが裏の重要性になりますね。ということで、ちょっと繰り返しになるんですけども、8分音符の裏を感じさせたかったらですね、8分裏に入れるといった形。そして16分を見てみましょう。実際これ見ていただくと、今度は8分裏とこの16分の頭一緒になってますよね。ってことは、16分のノリを出したいときはここを消しとかなきゃ意味がないと。同じ16分でもここに入れてしまったらダメですね。ということで、ここの16分の表を消すと。そして残ったところ、ここはですね、16分の裏となります。この打ち込みの中にですね、16分の裏を入れていけば、必然的にですね、16分のノリが出せるということになります。ちょっとこれ見づらいので、全部の音の長さをですね、同じにしておきましょう。実際ここにですね、じゃあ16分裏の場所を見てみましょう。例えばこうバスドラムですね、入れて、あとそうですね、スネアドラム、ここの16分裏、そしてここ16分裏と。そしてバスドラを入れて、で最後スネアをですね、この16分裏なんか入れてみましょうか。そして聞いてみていただくと、こういう風なノリとなります。これがですね、音楽で非常に重要なですね、音符の裏表の説明となります。まずここをですね、しっかりと把握していただければと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。